キョさん。おう、まずは手合わせだ。話はそれからだ。ところで何の話だ？憲法のことで知りたいことがあるんです。ん？言ってみろ。変わった構えの憲法で、ほう、頭を下げ後ろに大きく腕を上げた構え。何の憲法か分かりますか？分かんね。動物の動きが入っていました。そんだら簡単だべさ。猿なら猿剣、鶴なら鶴剣、虎なら虎剣、蛇なら蛇剣、キリンならキリン剣。わかりました。もういいです。許さんの知り合いに憲法に詳しい人はいませんか？いるよ。オラの師匠だ。許さんの師匠んだ。その人を教えてくれませんか？大聖四郎氏だ。港に行けば会える。ありがとうございました。また手合わせしてくるろ。はい。バイ老子。なぜ老子などと。許さんの師匠だと聞きました。今日知っているのか。はい。何の用かな。憲法のことで知りたいことがあるんです。憲法のこと。変わった構えの憲法で。おお。頭を下げ後ろに大きく腕を上げた構え。何の憲法か分かりますか。それを聞いて何とする。俺の知り合いがレッドスネークにさらわれたんです。レッドスネークだと。そのボスが使った憲法を知りたいんです。それが分かれば弱点も必ず見つかる。その知人を救出するために戦うつもりというわけか。憲法の技は一朝一夕には成し得るものではないことはお前さんも分かっているだろう。よほど切迫した状況ということか。お願いします。知ってるなら教えてください。いくら技を教えたところで使える基本がお前さんにあるのかどうか試してください。お願いします。それでは一つ手合わせでも楽しませてもらおう。具を跳ねれば水も跳ねる。これすなわち自然のことわり。逆らうことは無理というもの。柳に風、流れのままに。その昔、憲法の修行が禁じられた時代があった。しかし人間とは面白い。お上の目が届かぬさまざまな場所で修行を集まれた。その一つがこうした船の上。こうして後のように南剣は受け継がれた。功夫が足りん。老子。功夫を積んでまた来なさい。いつでも手合わせをしてやろう。ありがとうございました。シェンファー。何、寮。港にいた鵜飼の漁師を覚えているか。鵜飼。ああ、頂部に着いた時に見た。あの人は憲法の達人だった。憲法の達人。そうなの。ああ。それで力を貸してくれたの。いや、手合わせをしたけど功夫が足りないと言われて何も教えてもらえなかった。そうだったの。どうするの、亮。功夫をもっと積むしかないのか。亮、先に部屋に戻るね。ああ。じゃあ今日っていえん。しっかり食べておかないと力が出ないな。あの鵜飼の親父が老子だって人は見かけによらねえもんだ。それであの化け物の憲法は分かったのか？それが答えてはくれなかった。鵜飼の親父は知ってるのか？分からない。老子と手合わせをして君風が足りないと言われた。教えても無駄だと。バカ野郎、君風なんだ。足りなくたって勝てるときは勝てるんだ。そうか。待てよ、おい、君風ができる場所ってどこだよ？武官とか道場だと思う。そうか、憲法に詳しい人がいるかもしれない。よし、君風ができる場所を探すんだ。ああ。すみません。いらっしゃい。木人喫茶へようこそ。憲法に詳しい人を知りませんか？どんなことだい？動物の動きがある憲法について。動物の憲法か。悪いけどそっちは詳しくないんだ。木人と南剣なら詳しいんだけどな。店に来るお客さんで詳しい人はいますか？さあ、ちょっとわからないな。悪いな、力になれなくて。いえ、せっかく来たんだ。クンフーの練習していかないか？マホなら無料だよ。マホか。バイ老師にクンフーが足りないと言われたからな。やっていくか。木人喫茶なら憲法に詳しい人がいると思ったんだが。どうしたんだい？ここの他に憲法家が集まりそうなところを知りませんか？それならやっぱり6号館じゃないか。あそこには憲法の先生が何人かいて、教わりに行く人も多いからね。6号館ですか。キョさん。おお、あんたか。バイ老師には会えたかい？会えたんですが、君風が足りないと言われました。あの憲法が何かもわからないままです。そうかね。ここに来れば誰か憲法に詳しい人がいるかと思ったんですが、ご覧の通りだ。今はオラしかいねえ。そのようですね。そんながっかりすんなよ。せっかく来たんだから手合わせでもすんべ。はあ。バイ老師から空風が足りねえって言われたんだろ。はい。そんだらあそこで魔法ができるからやってったらどうだ？そうですね、やっていくか。ここに憲法に詳しい人はいないようだ。どうした？ここの他に憲法家が集まりそうな場所を知りませんか？ほら、たまに木人喫茶に行くけどな。木人喫茶にはもう行きました。もう行ったのかい？はあ、あんたも好きね。はい、他にはそうだ。知ってるんですか？どっかに憲法家が掛け試合やってるとこがあるって聞いたことがあるぞ。ストリートファイトっちゅうの？掛け試合ですか。それはどこに？知らね。そうですか。すいません。お、やるかい兄さん。聞きたいことが。ごちゃごちゃ聞くよりやった方が早いよ。さ、あがんな。俺憲法に詳しい人を探してるんです。憲法に詳しいやつ？そんなの探して何しようってんだ。変わった構えの憲法を見たんです。変わった構え？はい、技には動物の動きが入っていました。それが何という憲法なのか知りたいんです。なるほどな。誰か知りませんか？心当たりがなくもねえ。本当ですか？教えてください。なら俺あかんな。え？勝ったら教えてやるって言ってんだよ。知りたいんだろ。わかりました。やります。よし、じゃあ早速800木札出してもらおうか。木札を800枚ですか。エントリーフィーってやつだよ。勝てば増えて帰ってくるぜ。俺今はちょっと。なんだい、足りてねえのか。きっちり用意してからまた来な。